はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプリやっていきたいと思います。三国志覇王輪廻現れるの争奪戦なんですけども、今ですねちょっとね噂があります。貢献度ランキングに不正があるんじゃないか、運営が不正に加担してるんじゃないか、ちょっとね今日はこれについて僕の考えをちょっと話していきたいなと思います。まずですね、今回の争奪戦の仕組みなんですけども、争奪戦始まると3チームに分かれます。赤チーム、青チーム、黄チーム、そして宝珠をたくさん集めてチームを勝利に導こうというね、まあそういうイベントですよ。でですね、期間があって第1回、第2回、第3回ってね、期間ごとにこの勝利を競っていきます。そして第1回が終わって今ね第2回が始まっている、まあそんなところでありますけども、今回の争奪戦では今までと違う要素があります。それはですね、敵チームから攻めてこられる、それ以外にですね、ノルカソルカ、強い敵がですね攻めてくる、これがですね新要素となっております。ノルカソルカが攻めてきた時には貢献度がねたくさんゲットできるという、そしてチームランキングで1位だと 500Y ポイント、2位だと200ポイント、3位だと50ポイントということで、500ポイント、でかいじゃねえか、まあでかいかな、ちょっとその後に微妙ですけども、まあ若干のね報酬があると。で第1回のね争奪戦のちょっと結果をね振り返ってみたいなと思います。初日ですね、7月17日午前0時にねイベントが開始されました。僕はね午前0時と同時にこのイベント始めました。でその時にですね、これ見てわかる通り青チームも圧倒的ですよ。7割型青チーム、やっぱ輪廻は人気だよね。そしてその次がですね黄色チーム、そして一番人気のないのは赤チーム。まあこれはね予想通りかなという気がします。やっぱりカチカチっていうとなんか悪者イメージあるんで人気ないのかな。そして初日ね朝方までねプレイしました。そして1時間後の争奪戦のね経過なんですけども、まあ依然として青チームが圧倒的、若干黄色チームが追い上げている、赤チームはかなりね劣勢という、まあそんな状況でした。そして日付明けて2日目、7月18日、これを見ると青チーム、黄チーム、赤チームほぼ同じぐらいもう本当綺麗に不思議なほどね接戦になっています。おいおい、おかしいじゃねえか、一晩開けただけでいきなり接戦か。そして最終日ですね、結果的にはまあ青チームがね1位取りました。まあでもねかなりの接戦ですよ。黄色チーム、赤チーム若干届かずというね、まあそんな結果になったわけなんですけども、どうなのこれ、おかしくねっていう話だよね。この感じだとさ、青チームが圧倒的にプレイヤーが多くてさ圧勝するはずなのに、なぜか黄チーム、赤チーム、おそらくねプレイヤー人数赤チーム圧倒的に少ないと思うんですよ。まあこれは僕の予想なんですけども、しかしいざ結果見るともうほぼほぼ接戦、おかしくねこれ。でちょっとね僕なりに仮説を立ててみました。まあまず一つ目にはね、まあ2日目に黄チーム、赤色チームのメンバーがまあ急増した、まあよくわかんないけどもなんかたくさんで黄色チーム、赤チームが入ってきて、まあ同じぐらいの人数になって、まあ追い上げて、まあ同じぐらいになった、まあ考えられなくもないんですよ。あのチーム内ランキングで上位取るにはこのプレイヤーがね少ないチームを選んだ方が有利なんで、そういう意味でまあ赤チームをね選ぶ人が出てきたっていうね可能性はある。でもそう考えるとさ、じゃあ黄色チーム選ぶ理由なくねっていうね気もするんだよね。ここはね分かんない、もう運営しか分かんない、もしくは2つ目、マリオカート現象が発生した。おいおい、なんだよマリオカート現象ってさ。まあこれね、マリオカートやったことがある人は多分あれかなっていうね多分分かると思います。マリオカート現象なんですけども、下位が逆転しやすくなるっていうね、順位の後ろの方を走っていれば走っているほど逆転しやすいんだよ なぜかね、まあ、実際ですねマリオカート8デラックスのねバージョン 1.20 ですね、こちらインターネット対戦で順位が下位の時に追い上げに有利なアイテムが出やすくなるというね、まあ、これはねもう任天堂言っちゃってます。具体的には下位でキノコなどが出る確率が上昇していて、これにより逆転できる可能性がアップするというね、まあこれ任天堂もオープンで言ってるんで特にね問題はないんですよ。
まあ、プニプニの場合はちょっと言ってないんで、これあるならあるで言ってほしい気はするよね。まあよくわかんない。まあ、今回新要素として、まあ、横取りの時に強い敵が入ってくる、まあ、この辺りの、まあ、乱入率だとかそういうところでもしかしたらこの下位のチームが有利になるようななんかプログラムになっているかもしれない。これわかんない。まあ、おそらく運営としては、まあ、圧勝されちゃうと面白くないんで、まあ、接戦になるように何がしかなんか操作しているのかな。まあ、でもあるとすれば言ってほしい気はするよね。これだとさ、やっぱ憶測でさ、なんかおかしいんじゃねみたいな、なんか八百長じゃねって思っちゃうからね。さあ皆さんはこの争奪戦システムどう思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。それではね、イベント攻略やっていきます。今日はですね、タブレットでやっていきます。 Android タブレット、 NTT ドコモの D タブコンパクトっていうかね、何気に普段周回するときは僕ね、タブレットでプニプニやってるんですよ。っていうのもね、やりやすいんだよね。やっぱり画面がでっかいんでプニが非常につなげやすい。ただね、あの画面をね、あの本体の機能でキャプチャーしながらね、実況動画作るんで、その時にはね、やっぱりね、あの本体の性能なのか若干ね、あのカクつくんだよね。さあ今日はですね、ドリームマッチやっていきます。これでスキルの秘伝書がゲットできる。さあやっていきましょうか。プニキュービを使って硬いですね。こちら150ポイント。さあやっていきます。さあ使う妖怪なんですけども、メラメライオン超飛、攻撃力アップ。そして脱線者、こちら脱線しながら敵全体攻撃。そしてフーミンですね、中央妖怪プニケシ。そしてプニキュービ、タップでデカプニ。そしてゴクオロチ。全消しプラスデカプニの技ゲージを多く貯める。さあこんなキャラでやっていきます。さあフーミンのこの宝箱をね、一発で壊す、これが非常に優秀なんで、とりあえずねフーミン入れていきます。さあこんな感じで、で宝箱の近くでサイズ5以上のプニを作って消してやると一発で壊すことができます。だからまあどうなんだろうね、 Y ポイント稼ぎ、貢献度稼ぎには結構ね、僕的にはね結構好きですね。まあその他にも、まあ、大量プニ消しとかね、必殺技なぞり消しなどで、まあ、ポイント玉壊していくというやり方もあるんですけども、まあ結構ね、せっかくフーミン今回の新キャラということで、まあ、使ってますよ。さあフィーバータイム入りました。さあフーミンでポイント玉壊していく。さあいい感じでね、ポイント玉壊していきます。さあ適当に必殺技貯めて攻撃力アップからの、さあ脱線者全体攻撃、そしてアタッカーのプニキュービ。プニキュービやっぱり強いよね、必殺技グレートまで打てるしね。ただ普通のあのプニキュービと同じ必殺技っていうのがね、もうちょっとなんかできなかったのみたいな感じはするんだけど、まあこれはこれでいいでしょう。さあそして宝珠19個。さあランキング上位を狙っていきたい。しかしランキング上位はやべえ、桁が違う。100万とか何なんだよ、あの貢献度やべえな。まあ、いくら夏休みといえどもそんなにね、朝から晩までプニプニへばりついてやってるっていうわけにも いかないんで。さあスキルの秘伝書、これは嬉しい。お、横取りから帰ってきました。僕はね、横取り常にね回すよう な感じでしています。これ結構美味しいよね。まあほぼ1時間おきぐらいにこの54ポイントずつゲットできるというね。そしてまあいろいろアイテムなんかも、まあレアアイテムなんかもねゲットできることがあるんで、これは嬉しい。さあゴクオロチやっていきます。これねアイテム落とすらしいんですよね。だからちょっとねアイテム見たいよね。周回します、頑張ります。
そうなんだよね、僕もね初日にこのゴクオロチ仲間にしました。それ以来ね仲間になってくんないんだよね、落ちない。なんだろうね。1体目はね、まあそんなにね苦労せずにゲットできたんですけども、2体目3体目と続かないんだよね。まだだから技レベルが1なんで、できればこれね仲間にして技レベルをね上げていきたいんですけども、ドロップ率低いのか。さあ硬い。さあ好物与えます、天ぷら。ココロチ天ぷら好きかよ。さあ SSS ランクやっぱり厳しいか。さあ日野神打っていく。さあお願いします。おー、アイテム落としたけど、これはさっきあげた天ぷらよりもダウンしている。